かばやまさゆきは、神奈川県横須賀市夏島町出身の元、プロバスケットボール選手である。ポジションは、シューティングガード。183センチメートル、80キログラム。富士通レッドウェーブに所属していた、かばや知恵は実前、10歳の時にバスケットボールを始める。横須賀市立大浜中学校から、高校は、神奈川県の名門横浜小大校に入学。 同期の君塚大輔と共に1年生の時からレギュラーを取り、2年生の時には共にスタメンとしてコンビを組み、同校を3年ぶりのインターハイに導くも1回戦で、福岡商業に 73VS75 で赤杯。同年のウィンターカップにも、同校を3年ぶりに導き、出場を果たす。1回戦を突破するも2回戦で日大でチームメイトになる。 草加光りをする名門新潟商業高校の前に 96VS77 と完敗この試合チーム最多の24点。うちスリーポイント5本を決める。日本大学に進学、インカレ優勝に導き、ウィリアム・ジョーンズカップにも出場。卒業後の2005年、三菱電機メルコドルフィンズに入団。2006から07シーズンには、準優勝に貢献する。 2007年、三菱入団時のヘッドコーチであった、福島正人が指揮を取る富山グラウジーズに移籍してに、シーズン在籍した。2008年3月には週間 MVP を受賞している。2009年オフに、富山を退団して、三菱電機に復帰。2011年、BJ リーグの新規参入チーム、横浜 B、コルセアーズに移籍。キャプテンに就任した。 2011から12シーズンは46試合に出場してチーム1年目でのプレイオフ進出に貢献。2012年4月には週間 MVP を獲得した。2012から13シーズン、カバヤとトーマス・ケネディ、ドゥレーロン・バーンズの得点力の高いトリオはビッグ3と呼ばれた。2013年4月27日の埼玉、ブロンコス戦で39得点をマークして、 BJ リーグの日本人選手得点記録を更新するとともに週間 MVP を受賞。レギュラーシーズン通算では3ポイントシュート成功率43.4%で最高3ポイントシュート成功率のタイトルを獲得した。BJ リーグプレイオフファイナルのライジング福岡戦では35得点をマークして MVP を受賞。2018年5月、横浜 B。 コルセアーズとの契約満了が発表された。その後新州ブレイブウォリアーズに移籍、シーズン終了後に引退した。引退後は、ブルデンシャル生命保険に入社、ライフプランナーとして働いている。ありがとうございます。